テレビドラマスタートから37年、培ったチームワークは健在で、アブデカ名物のアドリブについて聞かれると、全部アドリブみたいなもんなんだと思うんですけども、私は監督の指示に従ってお芝居をしようと強く心に決めてたんですが、なんか京様は勝手にやってました。そのあたり現実はどうだったんですか、浅野さんは。勝手になんかペラペラやってました。それはね、はい、聞く人が間違ってる。ああそうですか。まあアドリブっていうか昔から僕は提案と呼んでいるんですけど、新しい提案、どんな提案がどんなところに飛んでくるかわからないので、京平さんにはすぐ返す、タチさんにはタチさんが取りやすそうなスピードで返すっていうのを心がけておりました。映画帰ってきた危ないデカは来年5月公開です。